つもりだとか、俺てっきり残業だと思っていましたね。じゃあこのカードはこれも感覚の使い方、まあ、投げ返しがちょっと分かりにくいですが、パワフルが紫ヤンキーじゃない、なんだっけ、グリーンの方がパワフルヤンキー、パワフルじゃなくて、じゃなくて、グリーンの方がタンキーじゃん、グリーンがタンキー、あ、そうでしたっけ、いや、あ、そう、グリーンがタンキー、パワフルはパワフル、パワフルヤンキー、パワフルはパワフル、タンキーヤンキーグラフや、まあ、パワフルヤンキーが選手、パワフルヤンキーが選手。このカードは1回倍速の使いが入ったけど、画面端じゃないという、本当に入るというやばいカード。さあ、ダンジリー、どうしようもない。気がついたら死んでしまった。ダンジリー、もう追い詰められた。もう選択肢がないでしょう。またここでダルシニアが使われることはないと思われますが、マインスも結果的にはアクシドル、しかし、マインさん、ピース。ダンジリーがいると、ダンジリーダルシニアがいると、お客さんたちありますから、全然勝負はまだ始まってもいない。マークランキはダルシング戦を知っているのがですね、マリソン結構ちょっと特殊なんで、あんま知らない人です急に参加したいになりましたね。ファイヤーどうすればいいのみたいな感じになってますあ、ほら余計なところキラキラ出して死んでしまうな。クレイジーが溜まったら、おかしい、分からなくなったぞ、分からなくなったぞ、ほらやばい。特攻ドリルを打ちたくなるんですが、あ、女の子をごまかした。ここでもまだ何もありない。今、玉島サイスが死んでましたからね。あれにダルシムを掴める場合ですか。結構ギリギリだったよね。いや、目押ししれば掴めるんですけど、玉島はやっぱ、微妙にダルシムは通常が出ちゃうタイミングで。ああ、なるほど。別に、それが玉島タルトになる理由です。玉島汚いって話ですよ。さすが玉島。あ、しかしまだ勝負は終わってない。いい前飛んでくる。いい前飛んでくる。さあ、クリージーがあると、うまくユンピョった。ワンチャンユンピョつかんだ。さあ、勝負は一緒に入る。さあ、バックルに行きは SP 側なんですかね。SP 側を使ってくるが、本田か、本田か、それは弱だ。これは永田アレルギーをうまく利用するという手ですか。SP 側ですね。SP 側受け身がないのとデビリバが使えないので X メガネで、あとナイトメアはお手玉もないと、ね、あ、スカート試合終了か。割とこれは絶望的な状況。試合終了か。ナビの方が減る。あ、スカート使われた。なんということ、投げ前が広い。まあ、単純に投げ関係は相当うまいんで、ドブドブ。さあ、めくるぞ。かなり紫としてその辺は気を使うところ、変な気変な、あっ、さあ、さすがにこれは痛い。で、曲げ間以外からの中足は返せません。変なクックロビンでちょっと気をそらしてからの即死コンボが、さあ、マッチキック返せ、マッチ蹴りを返してましたね。そうですね、ああいう風に絡めないとなっちゃうと、ついさあ、これはクックロビン、意外と強い。ちょっと見た目がバカにしてるようにしか見えないが、意外と強い。ドリル内足痛い。しかし、きつい。おぉ、投げる、たまらないです。たまらない。ここは白いだ。さあ、ここからが本番というか、ようやく本番です。そうですね、なるほど。さあ、パープじゃなかった。2人いくらダイビングクラブ対ダイビングクラブ、国会は本番。ダイビングクラブさんは前回優勝でしたっけ。確かそうだった。さあ、うまい、これは下げる、いきます、これが持ち味。さあ、うまくゲージを貯めているパープラー。さあ、ダブだ。おー、ブラストか、一点ブラストミス。そして使う、イベだ。超スラインフェルノ、ダブル大事だ。ダブル、やりすぎた。ダブ投げだった。この試合を出して今調子に乗りましたね。今これはぶっこいライト目で気味ではあったが、しかしうまくダンジングの癖を読んだ。この1ラウンドは大きいですよ。これはかなり大きい。さあ、そして画面端に詰めれそうだったが詰めきれなかった。あの昭和新編の時代がダンジングの、さあ、さあ、もうダンジングに
ブラシンディリー風船の楽しみかダブリー磨いてやった下着クラブが決勝進出。決勝じゃないよ。準決勝進出。ありがとうございます。さあ続いて清野さんと私ですね。ヘビーな対戦でした。さあ中田翔勝が見守る中。ではキャラクターを。はい。ちょっと面白いカードになりました。ありがとうございます。3速でお願いします。3速でお願いします。3で、まあ、スーパーザンキ経験はいいわ。キャノンのカードですね、はい、しかし久保さん選択に勝った形。そうですね。さあ、スクリュー、玉島スクリュー、玉島スクリューって何でも高田店に玉島スクリューでいいってもんじゃないよ。そうだね、玉島スクリューとは陰謀ものの意外と難しいというか。さあさあ、怪しいクリマス、クリマスうまいな。さあ、ベストなのかチェーンなのか相当熱血硬派な印象があります。また2回割れ、あと出した、出した、痛い。僕のストレートは場合を見せた、ね、タグの、ね、ピストルぐらいに欲しくなりそうですよね。バキュンみたいな感じで、うん、清野さんはテーブルに行きたい。バイク相手に一撃させなりゃいいんだよ、ね、しかし大量ゲージいくらあってもダメみたいな。ピュッているように見えるよ。それは明らかに死んでいるという。あわふりだけど死んでるよ。もうプルブプルブっていうね、音がしてね。あ、止まい。さあ、端っこに組まれた。さあ、端っこでダブラリが非常に怖い。そうですね、相模大キックもグラウンドもできる瞬間に一瞬立ち上がるんで、ライディングパー KKY が抑えた。あ、振り回しまくって KKY が勝利。さあ、清子さんは2キャラ目何を使うのか。バイソン、バイソン、相手がバイソンだったらバイソン使えばいいじゃないと。インパラ夜の男、端っこの台では射撃扱いあった2人が、山田さんスタート。おっと、はい、ちょっと早かったが埋め込む。これは大丈夫。バイソンを使う相手にはバイソンを使わざるを得ないみたいな。倒す、倒しを国権系のね。それいいのかな、ストップ。強キャラ使う相手には、まあまあまあ、つい。さあ、どこでクレイジーが炸裂するのか。倒します。おっと、掴む。これはさすがに、うまい。そう、対戦では、大会とかで一発勝負ではね、強気な行動が結構強いですからね。あ、早い。おっと、掴む。こんな、さあ、わからないぞ。クレイジーが使いたくなってきた。ああ、クレイジー使いたくなってきた。死亡確定範囲内。クレイジーを使いたくなってきた。削っても勝つかもしれん。クレイジー使いたい。クレイジー使いたいよね。あ、バックジャンプしてる。クレイジー使いたいよね。クレイジー、クレイジー使った。おっと、クレイジーが炸裂しないで、うまいパンチが勝った。とりあえず逃げ回ってる警戒がいそうり。フライングウマパンチがクレイジーを止めた。ウマパンチってフライングウマパンチさあ、まあってなね。あ、パタパタパタ、どこの富士国上 A だよ。いいか、警戒がおっと、しかしそうめくる、そうめくりはないんで、つかんだ、噛みまくって警戒が、警戒がしぶとく勝利。さあ、3キャラ目どうするか。え、はい、さあ、ザンギだ。バイソンを取り出倒そうという選択か。よし、この京子さんの前にも回れない。さあ、ヘッド、あー、いや、おぉ、読みはお互い良かったんだが、意外とあのヘッドが使せないんですよ。あ、そうなんだ。ダブラリングで大ヘッドって言うくらいです。さあ、ごさに見てから大ヘッドって言ったら、その頃ってスクリックラックとしてる。ヘアって言ったらもう何も考えず大ヘッドという場合があるくらいです。やっぱこの組み合わせはダブラリウッドって前に進みながら打った方がいい。そうですね、結果的には。下がる時は小出しがら前に引く時だけです。なるほど、手堅い、動きは手堅い。バスのルールを自ら応援しているのか。どうする、うん、痛い。
ダルさんの急に何だシャパー何だシャパー巻いてみてください。はい、ここからどうするか。ここからうわっすっげー、若干長め気味な行動しようじゃん。うまい、そう、はい、それやるぞ。君に落としたダイエットも許さない。KTY が準決勝進出、おめでとうございます。さあ、これでベスト4が出そろいました。あ、まだ終わってないですわ。まだ終わってないじゃん。だんだんそんな気がしてきた。中野爪さんと軍勢ですね。そうです、中野爪さんと軍勢で、はい、では確かこれはまだ羊、まだ羊で高野さん、これ買ったら最強残機ですわ、ね、うん、それは女子と2回戦するぐらいですからね、もうこれはもう。持ってくまでが。どういうものということで。はい。おさまりゅう。だけじゃなくて結構使えるんだぞという長野ビールで、さあ、さつまきを手前に持ってきます。あ、勝利、勝利出ます。何かの強くない力じゃない。サビがあって勝利もある。完全にできると何をする内容はですね。完全無力を持っている。昇竜拳。昇竜拳を取ってきますね。ここはさすがにサブキャラの使い込みの差を見つけましたが、ここからが本番でしょう。ついてって耐久で危ないです。あ、出なかった。あっと、これは出なかった。大丈夫。 S 残儀失敗。 S 残儀がいいということなんで、じゃあ参りしましょう。やろお前。キャラ選択ミスじゃねえよ。スキャラしょうがないですね。また失敗するのか。あ、すごい。さすが。あれから出して。皆さん拍手。あ、協力プレイで S ランキング完成。協力プレイでね。さあ、ザンギの相手にはザンギ使えばいいじゃないぞ。さあ、スクリュー。さあ、バイナルはないですよ。バイナルはないですよ。さあ、今のカードって結構勇気いるほど。さあ、タッチキックはすぐ短いです、S ザンギ。判定も弱いですね。あれは頼ってはいけないワードです。両方に見える技という。おっと、なんとリバーサル出る。おっと、リボンで作る、これはうまい。まだ本番歩かなくてはいけない。投げて。さあ、何回さすが投げる、はめるのがうまい。さあ、タボケン。投げる。レッキがないから。ああ、どうした。ここまで置いてたんや。熟成残儀や、熟成残儀。さあ、もう、のエピタグ。うわぁ、ハハハ。うわぁ。うわぁ。うわぁ。あまり舐めるなと。ダイナスやつかったね。だから今のダイパーは結構危険なような気もするが、ああ、ケーラリから出なかった。両方一緒やろ。ダイナスは確かに昇竜拳は1回くらいだけで大ダメージになっちまうんですね。ケーラリの使い分けでね、やっぱなかなか手出すぐらいですからね、相手は。
さ、今打って変わって勝利と、よく変わって、サービスで使える。さあ、クズデが取り返す。サクズデ3ターでのリーチ。さあ、マッチポイントになっている。さあ、波動の雨あられて、そして緑的にはサガミ大さん終わっている。しかし、あれはサガミ大吉も食らうはずだ。組み込まれて、さあ、さあ、あと9台で当たって、すぐこれ一発は安いと思って、ちょっと今、パネルのアクネと狙ったっぽい。しかし、すぐで、これで守護範囲。冷静だった。タカちゃん、タカちゃん、こっち向いて。ということで、タカちゃんの勝利で終了じゃない。終了だろ。なんで1キャラなんだ。さあ、まさかここでホンダとかガイルとかあるのか。え、ガイルの方がいいんだけど。ガイルの方がいいやけどなって。フライドを選んだ軍勢。大会は勝ちに行く人は勝つと思いますよ、私は。さあ、高い。フラフォー、フラフォー。おっと、軍勢、お前の時代は終わるのか。ってね、実際にゾウキャラも分かんないですからね。そこに持ってかれちゃうと。さあ、ダッシュで、それこそミドピックが使ったのが、さあ、今、ダッシュが見えたっぽいな。ただ、お互いこれは、うん、うまい。そう、ピューラック側として、確かに、ピューラリってどっちかあれ、あれなかったっけ、ガブリなかったっけ、さあ、ウェイ、トレートに行く。まさか避けてくるわけだ。ウェイ、さあ、前に内返せるものは内返してくる。さあ、お互い1位。さあ、地形に優しい方。やったー、安い。ペロドット。今のは次です。ちょっと安かったな。さあ、しかし、ハグに行った。しかし、やったってない方。ダブル落としている。ハグに行く。さあ、もう一回。大足。踏み込んだ。パワー使いました。ああ、ビッグな勝利。パーフェクトで。では、ひなぎクラムさんと私ですね。ですね、はい。じゃあ、ジンジェさんにマイクお願いします。今の力が出ました。そのキャッチが止まっているわけないじゃん。キャッチポーティーで帰るを使うことを考えました。でも帰り方は負けたらなと思って。今日の試合のピッチに来て。さあ、これを選びます。これも拾おう。OK。ほら。さあ、ヒカキクラブ対デビューはスピードは？スピード3でヒカキクラブ、あと早めの、早めバイソン、スーパーバイソン、そう、Sバイソン対バイソン。実質的には不利はないけど、Sバイソン。そうですね。両手の組みはこの私、ストレートでダウンが強すぎる。そうですね。そして受けに出したの武器はない。そんなスストレートって、そういう人が1個あるのかぐらいに1個あるんですよ。さあ、クレイジー離して。出た。さあ、天井ガハの紫が。邪魔しは効かない。これは効かない。さあ、もう邪魔ない。基本安定行動ですからね。アンチ？さあ、これは軽いのか。さあ、クレイジーの玉巻き正直性能はほとんど。痛い。おっと、下がりたい。下がった。ダイバーしかない。しかし、そうだ、ビリージュやるよ。あ、一発しかない。ヘッドヘッド。ヘッドヘッドで。あ、おっと。どうしたかい。おっと。どちらも連鎖さん失ったら。ネビラステージみたいに予想ウルトラマンとか言い始めそうな気がしちゃう。かなりネビラステージでしたね。ウルトラマンとか。やめろ、無理して争いは。
仲間じゃないか。同類とも呼ぶな。バックジャンプで避ける。痛い痛い。ちょっと球は掴みに行く。しかし、パワーが速いと思ったが。サインクラブ、奇策の裏にいくらだ。なぜか受けているサインクラブ。動画原紫が何を選ぶのか。余裕があるのかないのか。そう、SB が一瞬 S 方がいったなと思ったんですよ。ちょっと面白いですね。さて、赤い船みたいです。スマブ。KKY は今日今のところあれですね。バイバイモンスター使ってないですね。そうですね。いや、楽しみだったんです。あったあったんだ。あれ、何だったっけ。あ、いた。ダイブが3回目。超減った。負けました。いい勝負だ。ああ、両足効果が引っかからない。お、何か重いのパンチが出てる。やーどうだ、変動が。リリバース。分が上げられるリリバース。あ、ブレンソン。最後、早い。最後、早い。今の頭の回転が早い。そうですね。もう常に、あの、削って続けてましたね。年齢が 1.5 倍くらい違うんだ。そこで俺に攻めるはずがない。ダブルに。ブラッて、投げる。最高、中継が当たらないと思いちゃすぐ最後。これはない。おい、重いタマンス。でかいタンパーティが全てしのいだ。うまい。おー、おげるねんか、これ。全てしのいだ。俺が初めの最後のタンパーティが半分くらいに勢いがありました。ありましたね。あー、これはだいぶ、あー、景気は2キャラ目。これはだいぶ悩みますね。この手が出してしまえば誰しも使うことができる。まあ、ブランカなんじゃないですかね。ブランカですかね。そんな言われたら選ばれへんな。ブランカがちょっと危険です。いいじゃないですか。あ、強い。いやないでしょ。ブランカ。キャラカブルテルとはいえ、あの練習量がやはりものを言うと。ここは、今日は今使い方が使いになるから。負けてるから。助けてくれ。ダブライジン、フックローインが意外ですよ。スマパンチ。しかし相手は作戦で勝手が。しかし、引っかかってくれるまで、ピンチャーキックで飛びまくって、で、まあ、転んだら噛みするっていう。はい。しかし、受け回らない。受け回らないから。さあ、見ていて。さあ、どうする？違うんですか？で、さあ、強い。いいショット。クローリン強いですね。ダブ。うわー、これは勝て空港破ったマジかよ。マジかよ。うまくしたの。あー、うまい。あぶねーぞ。マジかよ。おい、あマジかよ、もう出ない。マジかよ、出ないことが分かっていたわけです。サインクラブ結構だ。これもすごくねえか、あれ。あらべきには強いのか、サインクラブ。おっと、うわ、逃げて、逃げた。内傷として入る3分の1くらい。結構でかいですね。正直2回ぐらい食っただけだと思ったんですけど、正直2回ぐらいできている。これ、はい、いくらない、3回でいくらない。この体力を取り返すのか。うまい。そう、早く刺さって、おっと、これは見せかけて噛まなかったが、いや、逃げ出し感動性は、そうですね。あ、わかるわかる。うまい。いや、しかし、この投げる。おっと、スパイクを逃げる。お前、今のパンチからなかなか。いやー、めくりが決まるという。一か合わせられなかった。あれに気をしてしまい、キューキューイが。さあ、3キャラ目はもちろんあれですね、エスプランカですよね。そうですか。あ、悪意がありません。これは、あー、黄金男子。なんか違う、逆にリーチをかけた。どうに振ってる。投げて、そうですね。受け取れないんで。うまい。さあ、投げるけど。激しい動き。ウルリバース。おっと、スライディングから。ダブルチーム。ウルリバース。スライディング。ダブルドリル、ドリルで。前回ほど、あの、デブリバースで、ダブルチーム。あの、X までやらせたら、その、ドリルに対して、ダブルチーム、普段で行くことができるんですけど、なかなか、近い近い近い。これ
を使い投げ。デカは、まあ、これピオリーチ。おー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 おパープル、デカ対さあ、KQI どうする、スピードを並んでいくか、自分に単に考えてたわけですけど、はい、スピードを選べないですね。さすが KQI、 さあ、田中としてはゼミルディバスでゲージを食べて戦い、ワンチャンで殺したい、もちろんしもそうですね、あれが普通のゲージだけは用意しかないと思うので、スピードを選べない、ダブル言うそうだ、経験はできるのはそうです、危ない、いや、でも大きな行かない、でも大きな行かないから、うまい、うわ、リードしてるから、これワンタッチしてるのか、手がダブルに、ダブルに、くらっ、おっと、くらったか、大丈夫、セーフ、うまい、トリュー、トリュー、おっと、ナイトには出なかった、これはどうだ、これは難しい、これは難しい、うわ決まった、ただしキャンセルしないダブルに、さすが、しっかりさあ、体重軽いですね、軽いか、終わったしまった、えっさあ、おー、セーフ、おー、おー、おー、今の状況また引っ張れる、あー、はい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 、投げる、これは決めますね、下着クラフの勝利、おめでとうございます、必殺のムーブが決まりました、あそこまで3段階段見せられると下がるするしかないですね。さあ、じゃあ決勝戦になるんですか、決勝戦になる前にお互いなんか聞いておきますかね、はい、じゃあスパープランチから、いや下着クラフから、いい試合して勝ちたいです、勝ったら、まあ、下着のシーンを見ます、なんか言ってますね、なんか言ってない、じゃあ、もう一人の、バリケンさんでしたっけ、バリケンさん、はい、一言、なんとか今シーズン初勝利を挙げたいなと、違うやないかい最後まで耐えられなかった、まあ、少し大阪来てね、あのお笑いについてよく分かるようになったさすがですね、じゃあ、キャプテンさん、はい、先方キャラに動くとかしたりしないしませんよ、あ、そう何ですか X 剣で大体6のことにならない、予告ホームランみたいなことしないの、しませんよ、あ、そう、じゃあ予告スクリーハメくらいしかない、はい、俺にとってはそう、予告スクリーハメお前倒すよろしくお願いします、はい、じゃあ、ワンピースじゃんけんして、はい、よろしくお願いします、見捨てられた、最初はグーじゃんけん、はい、最初はグーじゃんけん、はい、これから決勝戦です、グンゼ対紫ベガ、マイクが2本になってしまいました、誰か喋る人いませんか、あれ KKY どこ行った、まあよく見る対決ですよね、そうですね、あれ紫前回優勝ですよね、確かそうですね、俺倒して紫だけ、その第3位だったわけじゃないですか、この前まあ、まあいいや、ちょっとや、まあでも、ちょっとさあ、お互いに見せたですか、ニコ道だったらスーパーでやれってこう考えてきますよ、絶対さあ、明らかに軍勢の2、そうですね、これはエグいですね、もうお仕事だから、死んだっぽい、まだいけるか、まだいけるか、まだいけるか、そう、予告完了です、ね、あこで倒れたら俺でも殺せる
あ、お疲れ様です、アオルポーさん。夕方まで、この間のハブのような気がしますね。そんな個人情報はぶっぱってです。今日休みだろ、こう。さあ、別部型に、はい、なるね、はい。ちょっと、ホーマー刺さって、もっとホーマー刺さる、あの人のホーマー結構怖いと思ったけど、逃げてますね。逃げまくってますね。ダメじゃねえぞと、税ラリがちょっと多めになるが、さあ、なんか、あんま関係ないんですよね。ダッピーも分かってると。さあ、見えてるね。今日は早い。なんとダッピーが見えてからホーバーだったら、税ラリなのか、ティーラリなのか。なのですが、税ラリはちょっとでも反応が遅れると、ガンが出て、ひどい目になると。ということで、なかなか、やっぱこの残撃はテーラギを、あーっと最悪のパターン、パイル6バッター。しかし、クリューめくりにはいかないんですよ。めくりにはいけないんですよ。あれめくりとなんかラインって最後でうまく見えないから。さあこの体力を取り返すのは相当厳しいぞ。レスベガだともうクリューではあれですか、ね、お得にしかしないぐらい動くべきいらないんですか。突っ込んでくるのを待って、要はもうガードを必ず入れて、突っ込んでくるのを待ってから、まあ、ガードコースを研究ではいいよ。そう、ガードコースを狙うっていうだけでいい感じで、アップライトができたら。さあ、なぜかフラパワー。さあ、今日は焦ったか。さあ、ここに対して飛んだ。あるある。さあ、ライト。埋め込んで、さあ、ファンダルカジカリじゃねえかと。フラッグは厳しいですよ、これは。ああ、決勝戦なんでね、少しいいところ見てほしいですね。序盤は一方的な紫強さだったんですけど、おっと、高波下がって、これは素直にすぐかかると、しかし画面端っこ。これは S だろうが、X はあまり関係ない展開ですね。さあ、軍勢が遊んでてしちゃうのか。最初の1タイプの出かかりで無理やり抜けるしかないんですけど、あれもなんかこうね、ダンク側が確か複数ビルを見込んでると、まあ、2回目のスクリーの正反転で正ちゃう正ちゃうはずね。まあ今度は何と当たるところがまだゲージが溜まってないが、必死にゲージを溜めるのかな。1回でゲージが溜まる。あ、出ない出ない、出ないと死んじゃうよ、これも。あれですよね。やりました、やった、今年初優勝。結構調べてるよう、ね、な印象がありますが、まあ、勝ちパターンにはまっちゃったからね、まあ、しょうがないよねっていう、ね、ちょっと紫の、リバウンド精度がちょっと落ちちゃったかなっていう、そうですね。昔タイラはあの状況で1回のスクリーン2回食べてます。おめでとうございます。上から来るのに対して起き上がりに2ため、はい、